フィリップス・スモーリーは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。本名ウェンデル・フィリップス・スモーリー。1875年8月7日、アメリカ合衆国ニューヨーク・シブルックリンクに生まれる。ボードビルでキャリアを開始し、1910年から1939年に、亡くなるまでの間に200作以上の映画に出演している。 1911年には映画監督に進出、その後1921年までの間に300作以上の映画を演出した。1906年5月には女優でのちに脚本家、映画監督、プロデューサーとなるロイス・ウェバーと結婚し、婚姻関係は1922年まで続いた。1905年、スモーリーがマネージャーを務めていた、拷問の米国部門に、 ウェバーが女優として入社した時に、二人は出会った。スモーリーは、ウェバーの共同監督としてクレジットされているが、ウェバーの仕事へのスモーリーの貢献度は解明されてはいない。1927年には、二番目の妻フィリス・ロレイン、エフリンと結婚した。1939年5月2日、カリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッドで死去した。満63歳没。 ハリウッドヒルズにあるホレストローンメモリアルパークの妻、フィリスの墓所の隣に眠る。特筆以外は出演である。ありがとうございます。